愛いです。はい、そしたら浅い作ります。もう最近は朝昼兼用で浅いを作ることが多いので、そういう時はこういう大きめのボール。このレシピは、あややんさんっていうギャルの友達がいるんだけど、あややんさんがあやちゃんに教えて、あやちゃんが私に教えてくれた、結構今、リレー形式、バトン形式でこれ繋いでって、いろんな人におすすめしてるんですけど、まず、浅い、これです。有機浅いソルベ、浅い果汁、果肉。なんて調べれば出てくるんだろう。これ。これが Amazon で買えるんだけど、まず冷凍して、あ、最悪ちょっと溶けちゃった。冷凍してそのまま食べれるの。普通アサイってさ、ミキサーとかやって結構めんどくさいんだけど、それでうちミキサーも買おうとしてたんだけど、ミキサー不要。ちょっと溶かしとこうと思って外に置いてたら溶けちゃった。ミキサー不要だからもうこのまま冷凍してほじくるだけで食べれるから、しかも味も濃いんだけど癖のない濃さだからマジでおすすめ。3つで2000円とか結構安めに買える。これマジで買った方がいい。で次、これはこの前ザビー行った時に、私の大好きな浅井屋さんなんだけど、ザビーはマジで並んでるのね。でパッてお店見てたら、このプルグラが売ってて買いたいと思って速攻買いました。マジ大好きこれ。ダミスケね、これ昔めっちゃうちの友達の間でやってた。でこれじゃなくてもプロテインのこれでもいい。これとかスーパーに売ってる。やっぱスーパーで買えるのがいいよね。でこれアップルマンゴーは冷凍、これもスーパー。私本当はこういう冷凍の果物ってあんまり得意じゃないのよ。なんせ知覚過敏だから。これもミックスベリー、これもスーパー。知覚過敏だからあんまり苦手なんだけど、でも毎回さ、家で作る浅井でさ、新鮮なのを作るのって結構至難の技じゃん。で、パイナップル。これもスーパー。至難の技だから、さすがにそれはちょっと冷凍で頑張ってます。ちょっとバナナがもう真っ黒で大変なことになってるんですけど、バナナを切って。だからマストでお揃いにしてほしいのは、浅井の素だね。ミキサーいらないから本当に楽。で、ココナッツチップス。これもアマゾン。ココナッツチップスだーい。で、アサイはチョコチップが入った方が美味しいから、ザビーのグルグラにはチョコチップ入ってるからいいんだけど、こっちのスーパーで売ってるやつはチョコチップ入ってないから、チョコチップは入ってるわ、チョコクランチが。でも、アマゾンで売ってるやつが美味しいから、それがおすすめ。で、蜂蜜を。蜂蜜は何でもいい、スーパー。だからフルーツ、冷凍のフルーツ、マンゴーとミックスベリーとパイナップル。パイナップルはない野菜が多い。私は好きだからつけてるけど。パイナップルと、まあ、バナナとフルグラはスーパーで買える。で、アマゾンで買わなきゃいけないのは、さっき見せた野菜の素とココナッツチップス。やばーい、美味しそう、大好き。いただきまっちゅ。うまっ。これが私の朝ごはんと昼ごはん。